は。今回はこちらダイソーで購入している輝きのホワイト、このキラキラしているのとミックスシルク、こちらを引き揃えてショールを編んでいこうかなと思います。こちらはねセリアで多分購入したと思うんですけど、まあ、キャンドゥかな、両方同じものが売られてるんですけど、まあどっちかカラーナンバー3番、綿 55%、 再生繊維 35%、 絹 10%、 20g 73m 入ってます。で、かぎ針が2号から3号ですね。で、こういうのと、で、この輝き、こちらもめっちゃ好きなんですよね、私。かぎ針が4号ですね、こういうので。で、綿 57%、レーヨン 35%、ナイロン 8%、25g、56m 入ってます。これをね、外から出して、こちらは外からで、まあ、芯が硬いので、まあ、こちらは中の芯を畳んで折って中から出していこうと思います。では引き揃えていきます。はい、こんな感じで2本をまとめて編んでいきます。で、今回は7号で編んでいこうと思います。で、鎖編みで編み始めていきます。こういう風にしてグッと止めて、ここから鎖編み1、2、3、4、5、今回は4の倍数プラス1目で作り目を作っていこうと思います。はい、今回は32目で幅を作ってざわっと編んでいこうかなと思います。で、32目が4の倍数で32なので、そこからプラス1編みます。で、こことは別に立ち上がりを1つします。で、裏返しにします。で、立ち上がりではないその次の裏山、ここに細編みから始めます。細編みしたらマーカーをつけておくと分かりやすいかなと思います。マーカーをつけて始めていきます。で、簡単にめちゃくちゃ可愛くなる編み方で編んでいきます。ここから鎖編みを1、2、3、4、5、5を編んだら、この入ってないところから1、2、3、4目目の裏山、今回は裏山を取っていくって決めたら裏山ずっと取って、ここに細編みをします。細編みしたら鎖編みを1、2、3、4、5で5を編んだら1、2、3、4個目、4個目の裏山に細編み、細編みしたら1、2、3、4、5、鎖編みをして1、2、3、4個目に細編みを入れます。この繰り返しは最後まで同じように編んでいきます。はい、こういった感じで最後まで編んできました。で、ここ一番最後細編みで終わっていて、鎖編みを1、2、3、4、5したら1、2、3、4個目の一番最後のところ、ここに針を入れて細編みで終わります。で、ここの糸は巻き込んで編んでいこうと思うので、後ろから前に、まあ、巻き込まなくても一番最後に糸始末をすると一緒なんですけど、で、立ち上がりを1、まあ、ここで置いてきますね1、2、3して、次の2段目編んでいきます。で、ここで高さを出して、この輪の半分をここで作ります。で、半分なので3プラス2目1、2編んで裏返しにします。なので最後まで来ると5目ですね、全部で5目鎖編みをして裏返しにします。そしたらこの輪の中に、前段で編んだ輪の中に細編み、細編みしたらまた1、2、3、4、5で、次の輪の中に針を入れて細編みで、一番最初のところはまた帰ってきた時に入れていくので、ここにマーカーをしておくと分かりやすいかなと思います。こういうふうにはマーカーをつけて進んでいきます。ここでまた1、2、3、4、5で、
次の輪の中に細編み、この繰り返しを最後まで編んでいきます。はい、こういった感じで2段目も同じように編んできて、細編みして鎖編みを5個したところです。で、前段にまだ輪があるので、ここの中に細編みを入れます。で、細編みを入れた状態でマーカーがまだあるので、ここに半分のこの輪を作っていきます。で、半分の輪なので、さっき鎖編み2で2の分を作ったので鎖編みを2します。で、一番最後はこのかぎ針を上に持ってきたいので、糸をかけてこの前段に編んだ細編みの頭にマーカーを入れてると思うんですけど、ここに針を入れて長編みで終わります。長編みをするとこの上にかぎ針が持ってこれるので、で、立ち上がりを一つして、この長編みの頭を後ろから針を刺して細編みで次の段は進んでいきます。で、細編みをしたらマーカーをつけて始めていきます。で、また鎖編みを1,2,3,4,5したら、この前段の輪の中に針を入れて細編みで、また鎖編みを1,2,3,4,5なんで前段の中に細編み、これでまたずっと最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで3段目終わりのところまで編んできました。今細編みをしてつなげたところです。で、また鎖編みを1,2,3,4,5します。そしたら次はどこにつけるかっていうと、ここはね、半分の輪ができている状態なので、ここは鎖編みを1,2したところで、ここから数えた方が早いかな。1,2,3、鎖編み立ち上がり3で立ち上がってるので、この3の裏山、ここを取って向こうに取るとこういう風に2本取れるので、ここで細編みでつなげます。こんな状態なので、このマーカーもね、鎖編み3目のところに印をつけておいてもいいですね。で、こういう状態でまた鎖編みを1,2,3で始めて、ここに輪っかでつなげたいので、次はまた半分ですね。なので、立ち上がり3の、この状態でマーカーをつけておいてもいいですね。3でマーカーをつけておいて、で、輪の半分、鎖編みを2目します。2目して裏返しにします。そしたら次はこの前段に編んだ輪の中に細編みでまた進んでいきます。この繰り返しですね。ずっと裏返し裏返しで、長さを出していこうかなと思います。こんな感じで、で、またずっと、ひたすらこの5を鎖編みで編んで、この前段に編んだ輪の中に細編みで進んでいきます。これで、このどっちかが先になくなったところでどれぐらい編めましたっていう感じでお伝えして進んでいこうかなと思います。めっちゃいい感じになりそうなので、これで進んでいきます。はい、こんな感じで一つの方がここで切れたので足していこうかなと思います。この輝きの方がなくなりましたね。なので、新しくこう出してきて、で、今までのものがこれなので、これをこういう風に出してきて、マジックノートのつなげ方でいつものようにつなげていこうと思います。こういう風に置いて、で、下にある糸を上に乗せます。で、この2本を下にくぐらせて、で、この状態で輪っかができるので、輪っかを上から下に通します。で、結んで、で、逆のことをしていきます。上から下にくぐらせて、で、この2本を下から上でこう上に乗せます。で、輪っかが作られたので下から上に通します。これで結んで、で、両方からこういう風に引っ張ってグッと締めて、で、ギリギリで糸をカットしていつものように編んでいきます。こういう風にギリギリカットして、で、またずっとつなげて編んでいきます。
で、もう片方はこれぐらい残っていて、またここでもつなげて、同じようにつなげて進んでいこうと思います。で、一玉分でどれぐらい編めたかっていうのをちょっとお伝えしてなかったんで、ちょっと測ってから進めていきますね。大体にはなるんですけど、長さがね、ちょっと伸ばしてるかもしれないですけど、52センチぐらいですね。で、幅が16センチぐらいです。何か参考にしていただければと思います。では、ずっと続けて編んでいきます。はい、こんな感じで両方糸始末をしてきたので、測っていこうかなと思います。この長さから測っていきます。大体にはなるんですけど、115センチぐらいですかね。で、この幅も測っていきたいんですけど、こうやってね、伸ばすとこうやって細くなったりとかするし、まあちょっと測りにくいんですけど、まあ大体ね、こうやって合わせてみて、同じ長さかなっていう、同じ幅かなっていう感じで見て、で、ちょっと測ろうかなと思います。15センチぐらいですね。何か参考にしていただければと思います。めっちゃ可愛くなりましたね。なんかね、薄い緑が入ったりとかして、黄色とピンク、それがこの色と混ぜて、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。光沢があるように見えて、まあ、もともとミックスシルクが光沢が全然ないんで、まあ、そこにこの色がこう光ってるように見えて、めちゃくちゃ可愛くなりました。これはね、またやりたくなる感じですね。まあ、違う柄とかで可愛くなりました。何か参考にしていただければと思います。ミックスシルクが2玉で、まあ、使い切りって感じで、で、こちらの輝き、こちらも結構余りましたね。まあ、ミックスケークに合わせたっていう感じです。まあ、そういうところも何か参考にしていただければと思います。もちろん幅とかこの長さでだいぶ雰囲気も変わると思うので、ぜひいろいろ大きさも変えて楽しんでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。